歌と旅と星空とをご覧の皆様こんにちは、みますです。いつも、僕が作った歌を歌っていただいて本当に感謝しております。この、コーナーではですね、これまで地球星火の旅ということで、地球星火について3回の連載をさせていただきましたが、次回からは思いが曲になるまでというタイトルで、これまで僕が作ったいろいろな合唱曲につきまして、また曲を作った時のエピソードですとか曲に込めた思いなどを、これからいろんな曲について載せていくことになりますので、ぜひお楽しみにしてください。それからこのコーナーにはですね、皆さんが合唱を歌って、そしてそれをその動画を投稿するコーナーもありますので、そちらにもですね、どしどし、送っていただければ幸いでございます。はい。次回からの、思いが曲になるまでで、紹介する曲なんですけれども、まずいつかこの海を越えて、こちらはですね、東日本大震災の後に岩手県の釜石の中学生のみんなと一緒に作った曲です。それから、一つの明かりで、こちらは、山形県の、蔵王の小中学生のみんなと、思いを込めて作った曲です。それから、エスペランサ、こちらはですね、もともと僕たちアクアマリンのオリジナル曲だったんですけれども、ある先生がこれを合唱で歌いたいということで、合唱曲になりました。はい。それから、つないで歌おうですけれども、こちらの曲は埼玉県の合唱団の、みんなと一緒に作った歌です。それから、心の中の広い宇宙をという曲があるんですけれども、これも、東北の岩手県の花巻市の小学校のみんなと一緒に作った曲です。まあ、こうして見るとですね、みんなと一緒に、大勢のお子さんたちと一緒に思いを集めて作った曲がたくさんありますので、まあ、そういったエピソードなどもこれからたくさん語っていきたいと思います。お楽しみに。